じゃあ、こんにちは、さゆたかさん。はい。安倍内閣ではないですね、安倍監督、新監督の組閣が、はいはい、ほぼ9割9分全部発表されました。そうだな、残りがね、ちょっとサプライズっていうところなんですけれども、はいはい、ちょっと見ていきましょうか。まずは、まあ、前の動画でね、予想したけども西さん入らなくて、まあ、いやまあでも当たってるところもあるからね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、まずは監督は安倍さんで、これは当たりでしょ。当たりです。当たりっていうか、まあ、発表されてましたね。で、ヘッド兼打撃チーフコーチに、はい、ここに新岡さんが、まあそうだね、はい、二軍監督から来ました、はいはい、ちょっと西さんではなかったですね。まあこれはね、西が来たら面白いだろうみたいな、そうそうそういうのまあそういう狙いもあったんだけどね。そうなんですよね。で、総合コーチに村田義則さん、はい、はい、まあ全日本との兼ね合いになるけども、はい、ただ、総合コーチって言ってもスペシャリストを置いてるから、はい、まとめ役、うん、話をどういうふうに持っていくかっていう、うん、まあそんな感じなのかなっていうような感じがするけどね。じゃあこう各投手コーチだったり内野守備だったりそういうコーチの統括というか上にいるっていうポジション、まあ、そうだね、ですかね、はいはい、で内野守備コーチは河合さんです。当たってたね、はい、はい、で外野守備走塁コーチが亀井さんです、はいはい、で、ここです。投手のチーフコーチに3軍から杉内さんが来ました。あ、まあ新之助がね、はい、2軍の時に、うん、やっぱ一緒にやってるから、うん、やっぱ気心とかいろいろ知れてるからね、はい、まあ、やりやすいっちゃやりやすいだろうね。そうですね、うん、で投手のチーフコーチは、まあ、杉内さんなんですけれども、さらに投手コーチが、まあ、そこは西武から内海さんが戻ってくるというところで、うん、これ投手チーフコーチと投手コーチっていうのはそれぞれどうなんですかね。まあ、責任がチーフにあるということだよね。あ、最後にはやっぱ投手の責任を俺が持つっていう、はい、多分そうだと思う。じゃあその安倍さんの横にいるのは杉内さんってことになるんですか。まあそうですね、内海さんよりも。そうだ、ね、でここ、まあ、経験が長いからコーチとして。あ、そういうことなんですね。でやっぱ選手もよく知ってるし、はい、だからやっぱその方がやりやすいだろうね、うん、でここはね、左で2人とも左ピッチャー。まあね、はい、俺が予想したのは内海と山口じゃないかっていうふうに予想したの。ここも左だったから、まあでも2人とも優秀なピッチャーだったからさ、はい、右に対してもしっかり教えていくと思うし、うんうん、だからまあそこら辺は、まあ杉内も内海もやっぱね、はい、一流のピッチャーだったから、うん、まあ心配する必要はないのかなって思う、うん、で山口さんは2軍の投手チーフコーチに就任ということになりました、はいはい、でバッテリーコーチは実松さんです、はいはい、まあ、ここも仲いいよね。ああ、安倍さん、そう、はい、うん、まあ優秀な人間だよ、サネマツって。あ、そうなんですね、うん、あんまりなんかこう喋らないような雰囲気はあるけども、うん、しっかりした理論を持ってるんだろうなっていうふうには思うけどね、うん、はい、で豊さんのね、話していたもう一人のベテランの村田さんはちょっと入らなかったですね。なあ、はい、うん、まあちょっと年がな、ポコーンと上に行ったらな確かにね、一軍って、うん、でもね、あの人は、うん、年を関係なく、うん、やっぱ話も聞くこと上手だし、はい、なんかね、答えをパンパーンと出せる人なんだよね、うん、だまあそういう人がいてもよかったのかなとは思うけど、ね、まあ、安心感っていうのもありますしね、まあ、安心感もあるしね。で、まあ、2軍の監督が桑田さんになったというところで、はい、1軍でやってた鈴木さんは2軍の外野守備走塁コーチの方に、はいはいはい、ありましたっていうところですね。ね、うん、全く様が変わっちゃったよな。いや、もう一気に若返りましたね。そうだな、はい、だけど、はい、もう一人バッティングコーチが、そう、まだ、まあ、数とするとね、そうなんです、これ入れるのか入れないのか、はい、まあ、昨年10人のコーチがいたのかな、はい、まあ、10人で頭数を揃えるとしたら、うん、まあ、バッティングコーチが一人足りないという。そうなんです。これを巨人側は打撃コーチは公表時期調整中というふうに言っているので、お、これが今トレンド入りをしているんです。え、誰が打撃コーチ、なんで公表時期が調整中なの今っていうところで、推測が、あれ、今まだ戦っているチームからそのコーチがやってくるからなんじゃないかっていうふうにファンは想像している方もいらっしゃいます。もう一人しかいないよだから俺の中ではピーンとくるのは、はい、一人しかいない。一人しかいないんですよね。今まだ戦い中チームが。元 DeNA から巨人に行って。はい。今、ね、ですね。BC に行って。はい。
でもう呼び戻されて、はい、でパ・リーグ行って今戦い中、戦い中で、はい、で戻ってくるとしたら、もうあの1名です、村田しかいない。そうですそうですね、村田しかいないじゃん。もうだからここが有力なんじゃ、投票する時期をこう調整中って言ってるのはもうそれなんじゃないかっていうふうに、まあ、それは迷惑かかるしな。そうですね、だからといってこの動画上げたらダメなんだろうけどもさ、でも、まあ、予想だからね。そう、あくまで予想です、うん、別に裏から情報取ってるわけではない。いや、拓郎かなと思ったら、拓郎もう戦い終わっちゃってるからな。もうそうですね、終わっちゃったので、うん、そうだな、ってことなんですよね。ただ SNS の方では例えば、まあ、その村田さんのもちろん名前も上がってますし、え、ラミちゃんかなとか、ワンちゃんの西さんあるんじゃないかとか、ああ可能性あるよね。え、まさか吉信、松井、清原まで出てます。そこはないと思うけどそこはない。これいや、ラミちゃんはワンチャンあるかもわからない。でも DeNA で監督、いや、それは関係ないと思う。関係ないですか。もう日本でやっぱりこう生きていく上では、うんうんうん、それはもう関係ないよね、うん、だから解説の仕事があるわけじゃないもん。あ、だから言葉ができない。そっか、それはやっぱ蓄えだけで、うん、まあ、生活できるから。あいつ結構もらったからな。そうですね、フォアボール1個いくらだったと思うってな、まあ、あるからそれ考えるとお前生活はしていけるだろうけど、うん、でもなんかラムちゃんとコラボしてたからな、しんのすけが。あ、そうなんですね。そうよ、いやだから俺はない話ではないと思うけども、はい、でも調整中だとかいろんなこと考え、ラミちゃんだったらもうすぐ入るよな。まあそうですね、もしくは調整しなくてもいいみたいな、まあ、なんか、まあ、家族とかなんか今相談中なのかな。何が相談だよそれはないと思う。それはないか、まあ、相談はするだろうけど、まあ、こんなに時間がかかるっていうことはないと思う、はい、じゃあ豊さんが話してた西さんがヘッドではなくて打撃コーチとしてっていうのはどうですか。もうなくなったな。もうなくなった、うん、だってそういうふうな時期調整中ってそう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 ね、はい、言うんだったらもう一択しか俺の中ではないよね。まあそうですよね、まあ、先ほども言った何回も言ったら怒られるだろうと思うから。ああ、村田修一さんっていうのも、なんで言うんだお前が俺が黙ってんのに。もうね、コメントでね一番多いです。ああ、そうだろうね。はい、もうヤフーのコメントでも時期調整中ってことはもう村田さんの。まあまあ今の選手たちを知ってるしね。そうですよね、うん、だから、まあ、バッティングコーチやってる時にそれなりに選手も、はい、やっぱ頼ってた部分っていうのは、うん、新之助ヘッドコーチとかいろんなことやりながら、まあ、見てたんじゃないのかな。あ、うん、だから一番そう分かってて、はい、選手の気持ちを掴んでるのは村田っていうふうに思ってるのかもわからないよね、うんうん、そうなってくると本当に一気に若返ったのプラス今現役で例えば巨人に入ってきた若手だったり中堅の選手たちが学生の頃に巨人で見ていた選手たちがやっぱり監督コーチになっているっていうところですよね、きっと。まあそうだろうな、うん、だからだから親近感が親近感がわ、あ、まあ、親近感かよとか、あ、自分が子供の時に見てた、うん、あの選手が、あのピッチャーがっていう、まあね、うん、よりすんなり聞き入れられたりとかするのもあるのかな。まあそうかもからね、うん、まあでも今の子っていうのはもうネットとかで調べるからね、うん、だからそのネットでこういろんな理論があってその理論の上を行くような理論を持っていかないと、うん、なかなか難しいよ今の子は。そうなんですね、うん、だから難しいとは思うけど、うん、まあでも組閣としたらすごくすっきりした、はい、いい組閣だなっていうふうには思うけどね俺は。そうですよね、うん、いやね、この新しい安倍さんの下で新しいこのコーチ陣の中で、ね、指導という感じになってくるわけですけれども、まあね、年上の人間もいるしな。そうですね、うん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 、でも遠慮しないでな、はい、まあ、新之助がやってくれるといいなっていうふうには思うけどね。まあ、河合さんだけがねちょっとポンと居心地が悪いみたいな思うかもわからないな急に平均年齢がねドドンってそうなっちゃいますけど、同じような戦ってたやつらっていうのは結託するだろうしな確かにな、まあ、でも河合もやっぱりそこら辺はね大人だし、はい、やっぱうまく、はい、まあ、やってくれると思うけどもね。まあそうですね、あれですね、2軍と3軍の監督はね桑田さんだったり駒田さんだったりとか、はいはい、大ベテランというか往年のというか、はい、そこがいるっていう感じなんですね。新之助が見てた世代の人間が下に
下にいるわけだからな。そうですよ、うん、でもそれはね、遠慮してたら何もできないし、はい、まあ、思い切ってね、うん、やってほしいなっていうふうに思います。そうですね、はい、あとは近日中にね、そのサプライズ打撃コーチが発表されるのか、そうだな、いつになるのか、誰なんだろうな、もう秋になりますね、なんな、当たってるかな当たってるかな、どうかな